いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね、イギリスからの誘いがあったようで、もともと日本とイギリスは戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？うん。2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、三菱電機が新たに加わり、
発射による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との総合運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキード・マーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機として、テンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキード・マーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ。次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？うん、そうだね。防衛省はもともとアメリカとの総合運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキード・マーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F-2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機でアメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキード・マーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。うん、確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージと言っても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。
以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。